あ、上手。上手だね。上手。すごい上手だよ。まずかった。そうなんです。とても偉いよ。もうちょっとで終わり。偉い。上手。もうちょっと。そう。はい、上手。お、上手だよ。食べるの上手。あと少し。ピーピーちゃん落ち着いて。あと少しだよ。お利口さん。え、上手。はい、しゃ。だけど、お家でさ、レンタル参考。そう、それをお願いしますって書いてたんですよ。あ、そうですか。はい。でもこれ、先に。よし。ずっと見たんですけど、まあ、大体このようなそれに大きさが問題特殊なしかないんですよね。 SM も特大にしようかなと思って、その方がいいか。落ち着いて。落ち着いて。そうすると、はい、お利口上手。目薬上手。上手だよ。あ、私の携帯の方が上手。ピピちゃん落ち着いて。今日の酸素のレンタル酸素が今日でも来てくれたら今日も、はい、で外来で、はい、外来しても半日になります、はい、でまあ今日設置ができなかったら、まあ、設置できたら、はい、じゃないと酸素ないとしんどいですよ。そうです、心配でしょ、酸素が。怖いです。はい、じゃあ朝子ちゃん。ピピちゃん、スタート。ストップ。帰ってきたら、
高橋さん、最短で金曜日だっつってるから、だから他の会社も当たってください。早い方がいいから。いや、夜だけ。だから酸素、今の書いてもらった会社が、今で払ってた最短で金曜日だっつってるから。最短で金曜日みたいなので。今日火曜日じゃないですか。そうですね。だから、他にも、ネット探すとさ、ありますよね、はい、だからそこでちょっと、もし早く借りれるとこあったら、一応頼んどきはしますけど、借りれたらもうキャンセルしますよ、ね、あ、わかりました。頼んどかないと、だって金曜日も入らなくなっちゃうからさ。金曜日ね、こそまあ、ちょっとわかんないですけど、金曜日中に入るかなとはお話はしてます。そうですよね、確かに夕方も借りてる。そういうことです、うん、いや、頼んで金曜日。そのことは言わなくてよ、他の会社頼むって言うから。じゃあ、夜はそこに入れて、そこでも大丈夫。いや、まだ治療をしますんで、午前中に連れてきて、夕方まではこちらで治療させてもらって、家帰ったら酸素の部屋で。すごい、出たいって言うんだったら、ちょっと出してもいいけど、基本的にはそこの部屋に来た方がいいんじゃないかなと思います。わかりました。あとレンタル酸素はそこは頼むけど、金曜日しか来ないから、他の会社が当たってくださいで、早く頼めるところがあったら教えてくださいね。そしたらもうキャンセルします。わかりました。溶かすのは大丈夫です。マギオさん、一応他のところが今向こうからキャンセルが入ったら。